皆さん、こんにちは。どうすれば飛躍できるか、卓球男子日本代表の張本智和選手について、卓球王国中国が課題を指摘したそうです。高いポテンシャルを強調し、真のスターになる可能性もと述べられていたそうですが、一体どのような課題を指摘したのでしょうか。詳しく見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。2024年9月15日まで行われていた卓球の WTT チャンピオンズマカオでは、男子シングルスに出場した張本智和選手、世界ランキング9位が準々決勝で中国の林志洞、同7位に敗れてしまいました。パリ五輪後初となる国際試合だったのですが、張本智和選手はまたも中国選手の前に涙を飲む結果となりました。自身2度目の五輪となったパリ大会、日本のエースとして臨んだ今大会では3種目に出場するもメダルなしという悔しい結果に終わった張本智和選手。今回の WTT チャンピオンズマカオでも、これまで2度の対戦で勝利してきた林志洞に初黒星を喫し、国際舞台における勢力図の移り変わりの激しさも改めて痛感することとなりました。それでも張本智和選手のポテンシャルは海外メディアでも高く評価されてきていることも間違いありません。卓球王国中国のメディアソウフでも、張本智和選手の選手としての将来について様々な提言がなされていました。18日に配信された張本智和選手の特集記事の中では、過去にも中国勢と激闘を演じてきた経緯に触れ、張本智和の成長の道のりは強豪選手との戦いを通じて経験を吸収していく歴史そのものだと論じていました。さらに、日本卓球界に現れたこの若手は驚異的なスピードと俊敏性で知られている。しかし彼自身も認めているように、パワーとスピンに欠けることがさらなる成長の妨げとなっているようだと課題を強調しました。その上で、張本はどうすれば自分自身の現状を打破し、さらに飛躍することができるのだろうかと問いかけている。同メディアは、中国の阪神と同2位や林高遠8位のスキルを参考にすべきと主張しながら、張本智和選手の成長を促す要素として、トレーニング方法の継続的な最適化が必要だとしています。データ分析やインテリジェントなトレーニングシステムなど、より先進的な技術を導入することで、彼が問題をより正確に特定し、能力を向上させることができるだろうと指摘しています。加えて、またメンタルトレーニングにも重点を置き、試合のシミュレーションや心理的なサポートを通じて、彼の精神的な強さや状況への適応力を高めるべきだとも説明しています。それらのアドバイスを送る同メディアは、この予測不能な卓球界で最終的な結末を知ることは誰にもできないが、確かなことは張本が絶え間ないトレーニングを続け、自らの弱点に立ち向かい克服できれば、彼はいつか世界の頂点に立ち、真の卓球スターとなる可能性があるということだと将来を見通しているようです。パリ五輪を経て、さらに世界中からの注目度も高まり続けている張本智和選手、今後どんな未来へ向かっていくのかは、成長途上である21歳の努力により、その方向性が示されることになるでしょう。そんな決意、迷い、失望、充実感の中、五輪に挑んだ21歳の卓球エース張本智和選手。これまで発したコメントから垣間見えたのは意外な心の内でした。それはパリ五輪の卓球男子団体戦準決勝での出来事でした。自らの敗戦でチームの敗北が決まると、張本智和選手はコートに膝をつき、立ち上がれなくなってしまいました。試合後には憔悴しきった様子でインタビューに応じています。そして、ある強い言葉で追い詰められた心境を明かしました。それは、大会にかける覚悟の裏返しの表現でもあったようです。張本智和選手は3種目に出場しました。いずれもメダルを手にすることはできませんでした。ただ大会を終える時には、その口調は清々しささえ感じさせるものに変化していたのです。張本智和選手のコメントは試合ごとにトーンが変わっていきました。例えば、内容よりも結果が求められるのが五輪だと思う、勝つことが全て。張本智和選手は東京五輪に続く2度目の大舞台にこんな決意で臨んだようです。勝負へのこだわりはずっと持ち続けてきたものでした。幼い頃から負けず嫌いだったそうです。
幼稚園の年長で腕試しに受けたテストの点数は6割ほど。家に帰り、分かるようになりたいと号泣したといいます。小学校に上がるとテストや宿題はほぼ満点。100点を取らなきゃ意味がないとの思いで、幼い頃から結果にこだわってきたといいます。もちろん卓球でも常に勝利を目指し、年代別の全国大会を6連覇。10代前半で国内外の数々の最年少優勝記録を更新し、一躍世界のトップ選手に名を連ねました。張本家の家訓は1に健康、2に勉強、3が卓球です。早稲田大人間科学部通信教育課程に進学後も、国内外での試合や練習の合間に勉強を欠かさず、落とした単位は0だといいます。勉強で考える力を養えたことが卓球に生きていると文武両道が躍進を促してきた一面もあったそうです。そんな中、五輪の重みを初めて知ったのは18歳で挑んだ3年前の東京大会でした。活躍が期待されたシングルスは序盤で敗退。団体で銅メダルをつかんだのですが、日本勢初の金メダルを混合ダブルスで獲得した水谷隼選手、2大会連続で団体メダルに貢献した丹羽幸希選手のベテラン2人に引っ張られた結果だったと言わざるを得ません。東京大会後、水谷さんは引退し、丹羽選手は国際大会から退き、張本選手がエースの看板を背負ってきました。追われる立場になると、重圧から格下選手に敗れる試合も目立ってきたのです。苦しみながら20代を迎えたといいます。パリ五輪は混合ダブルス、シングルス、団体の順で競技が進みました。混合ダブルスの結果は初戦敗退。しかし、次のシングルスに敗戦を引きずっている様子はありませんでした。シングルスでは今大会金メダルのハン・シントウと準々決勝で対戦しました。3対4の大接戦を繰り広げ、満員となった会場の現地ファンからは張本コールが沸き起こったのです。試合後のコメントには充実感がにじんでいました。負けた試合の中では満足できる結果、最後の種目の団体戦で順当に勝ち上がる中、混合ダブルスの負けをシングルスに引きずらなかった理由を明かしました。混合ダブルスで負けても、シングルスで無理に取り返そうとは思わない。シングルスで負けても、団体戦で倍頑張ろうとは思わないっていう気持ちでここまで来て、それがすごく良かったと述べています。これまでの敗戦で得た教訓だったのでしょう。迎えた準決勝のスウェーデン戦は、また別の思いで試合に臨んでいました。勝ちにこだわりすぎない自分と、結果にこだわる自分。この日の張本智和選手の選択は後者だったといいます。全力で勝ち切る。ここだけは自分の信念を曲げて、ここで燃え尽きてもいいって気持ちでやりたいと強い覚悟がにじんでいました。3勝すれば決勝行きが決まる試合。エース対決は快勝したのですが、2対2で迎えた最終試合で逆転負けを喫しました。2対0の優勢から巻き返され、コートに崩れ落ちて額をつけた。死んで楽になるんだったら死にたい。こんな思いをするぐらいだったら、コーチや仲間に背中をさすられ、声をかけられてもしばらく立ち上がれない状態が続きます。生死に関わる言葉を使うほど、パリにかけてきた思いは大きかったのです。もう本当に力が残っていない。でも、やるしかない、と言うしかない。まだ3位決定戦がその時点で残っていました。今大会最後の試合となった3位決定戦には、中1日でコートに立ちました。エースの目には輝きが戻っていた。地元フランスに敗れ3大会連続の表彰台を逃したが、張本選手は最後まで懸命にボールを追い、コートで躍動した。試合の後に張本智和選手はこう語っています。今まで僕が勝ってきた試合の裏でも、負けて涙を飲んできた選手がたくさんいる。負けがあるから勝った時に嬉しい。悔しさがある分だけ、喜ぶ人がいる。これがスポーツの素晴らしさなのかな、と述べていました。いかがだったでしょうか。今回は張本智和選手について深掘りしてきました。パリ五輪前には能登半島地震の被災者への思いも口にしていました。少しでも喜んでくれる人がいるなら、そのためにも頑張るのが役目。五輪本番では各国のエースと激闘を繰り広げましたが、勝利へのあと一歩が遠かった試合も多く、悔しさが残った結果となったことでしょう。その上で最後に出した答えは、僕たちができるのは頑張り続けることしかないということです。さらなる成長を誓い、エースの歩みは続いていきます。
今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。